血の色がなさすぎないか。なんか今日さ、昨日も配信したのにさ、今日配信するの久しぶりな気がするのはなぜなぜ。なんかどう、みんなもそんな感じする？なんかさ、そんな感じがするの、なぜなぜ。あ、そう、私実は誕生日プレゼントにリコチさんからいただいてたお化粧品を紹介するの忘れてました。ずっと可愛いものをいただきましてですね、このような商品になります。見てください、キラ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 してる、可愛いですよね。こんな感じ、グリッターアイシャドウ、リキッドアイシャドウです。あのユニコーンのってユニコーンのイメージがあるって言われたので嬉しいです。いつもお世話になっております。そう、そう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 、こんな感じでね、キラキラしてて可愛いんですけど、見てください。そう、ちょっとね、今ねまだこれを大事に取っているんですよ。なぜなら使っているね、他のねグリッターがありまして、これも可愛いので、その今使っているのがなくなったらちょっと使おうと思って大切にねしまってます。そう、ほんとこんな感じに渡ります。可愛いズーシーのグリッターです。とても嬉しいです。そう、今日愛しに来てるんだ、楽しみですよ。あと池ちゃんさんからも実はプレゼントをいただいておりまして、これもね、今ね、保管してますよ。大事にしています。嬉しいです。ラビューです。中に、箱の中に。かわちいお皿です。こんな感じの綺麗なお皿、グラスになっております。グラスです。くまちゃんの、ありがとうございます。ね、コップかわいい、ありがとうございます。嬉しいです。私このくまちゃん好き、かわいいね。私の家族って結構お皿をすごく大事にしてる、グラスとかもそうだし、
もう二度と手に入らないかもしれないようなものも入ったりとかするので、ものすごく大事にしてるんですけど、コップはねもう嬉しいですね。私結構ねコップ系とかもすごく嬉しいです。うん、すごく保管してるのでね。え、うん、おわん、おわんがいくつ、おわんがいくつも、あ、おわんがいくつってなんだっておわんねご想像にお任せします。こんな感じで大事に保管しております。なんかナピちゃんってプレゼントいただいたものとか、そう、あのちょっとね、あの躊躇しちゃうんですよ。でもこれいただいたものだしって言って使えないこれね、いつかね使ったらいいなって感じなんですけど、ちょっとねこれにね、サインをねもらおうかなって思います。池ちゃんさんのこれに、このグラスに直筆でいただこうかなって思ってます。ね、すごくおしゃれですね。オシャンティー、なんかな、私の保存してたカバンの中から見て、見せられないよあの何これ、ペンギンだっけ、主人公らしいのが出てきました。多分これイモピラですね。変なお顔、そう見えなくて大丈夫だよ。反応したのにハッピーターン出てきたこれはですね、この間木村彩子さんの誕生日の時にいただいたハッピーターンになります。あの小ラジでいただきました。あの 250% パウダーって書いてある、ハッピーパウダー、美味しさ止まらない、美味しさアップって書いてあるやつです。ハッピーターンを食べたことを何回かあって、美味しいって思う、なんかハマるような中毒性のあるパウダーだなって思ったんですよ。いいことは使ったなんか本当にあのもっともっと食べたくなる、意欲が強くなるというか欲が強くなる、そう、ちょっと危ないかもね、言い方がね。あの、何？あの、マックのポテトみたいな。中毒性のあるなんか、塩とかある、ね。そんな感じ。安全な粉です。全く、そう、依存性の
そう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 。いただきます。ケホケホケホとか。いただきます。ナプちゃんと話したいと思ったり思い、思思ってくださってるんですか。ありがとうございます。買い方が分かりません。もう難しいですよね。難しいですよね。あの私のショールームのプロフィールからお話し会のキャラーニの行けるあの URL があるので、そこから飛んでいただけると多分普通に飛ぶよりも簡単に飛べる気がします。なのでぜひそこをタップしていただけたら嬉しいです。あ、難しいね。私もねたどり着くのにものすごく時間がかかりました。なんかそこで私の私と私の日程を選ん、私の時間を選んで、アポロクズノアって書いてあるから、そこでお申し込み何枚とかであるので、あのナピちゃんでお願いします。おすすめは広島です。リアルお話し会が一番おすすめなんですけど、お話し会、広島でのお話し会お待ちしております。リアルでお会いしましょう。なんか縁日のなんかキャンペーンみたいなのがちょっとあるっぽいので、あの特別なお話し会と広島を放っておりますので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。いつもとは違う、そしてあの楽しい企画みたいなのもやるので、カモン。おいしい。そう、景品もあるとかないとか。ナピちゃんの手で触った景品がきっと届くと思います。なんか当たり外れとかももちろんあると思うんですけど、今はね希望を出してて、こういうものをやりたいですって、ちょっとどうなるかわからないんですけど、触れるかどうかもわからないし、ドキドキするね多分ね絶対に指紋はついてると思います。なのであの警察みたいに白い粉でポンポンして、あのポン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 ってやって、あの指紋と採取するのはやめてくださいね。ピッ懐かしい。なんでそんなこと覚えてんの。2冊ある、へかのワークを1冊くださいって1年生の時に言ったやつやん。悪い考えの人がいますね。うん、よくない。ピザ美味しいですね。ついてる幸せ、本当に幸せを感じます。幸福、幸せってなる、口の中が幸せって。
4つ、あの4時間あるんですけど、4時間とも全部違う企画をする予定なので、あのまあでも1つに集中して、あの欲しくて、1枠に集中して欲しくて、あの完売したいです、その1枠を。あの多分1枠しかきっと出たとしてもそこしか言い切れないだろうからあのはい、ハッピーターンです。ドナピのおすすめは、なんか最近あのイモピがさ流行りの歌をさ歌ってるからさ、頭から離れないんだよね。やばいやばい。2日間あるんですけど、8月11日と8月12日があるんですけれども、8月11日の4時間目です。初日の広島の初日の3、4とあるんですけど、4時間目に集中していただけたら嬉しいです。そこでオイスターのと、あ、お話し会で、ゲームやる代わりにならいいのかな。ちょっとよくわからない。うん、さあ11日の4時間目でお願いします。でそこに全集中でお願いします。それ以外は一旦なしでいいから、とりあえず次申し込みよろしくね。コーラさん嬉しい。あれ今日って6時から始まるっけ、18時から申し込みが始まりますっけ。あれ、おー、ちょっと忘れてた。ちょっと待って、ちょっと待って、他も取っちゃった。あの他にしか来れないって方はもうしょうがないけど、なんかとりあえず4時間目だけに全部集中してください、お願いします。じゃないと多分のびちゃん完売しないかな。悲しい闇深のアピになります。今決済期間がじゃ次の申し込みまた言うね。また次の申し込み期間が始まったら、あの広島来てくださいっていうことを言いますので、はい、よろしくお願いします。4時間目に全集中で、今決済期間なので皆さんそこも決済よろしくお願いします。そこからおしましてくれ、4時間目に、ね、うん、来週火曜か水曜に始まる。あー、来週のね、ねえ、8月暑そうだよね。次の再販っていうものが始まるんですけど、お話し会の再販が始まるのが来週の水曜日かな、水曜日の1時、あの13時から始まると思いますので、あのそこから8月11日の4時間目、ちょっとあの画像をお借りしますね。8月11日の4時間目、この青のマークがね、4時間目に青のマークがついてると思うんですけど、これがのあぴちゃんのおすすめなんで、一番のおすすめなので、ここに全部全集中してください、お願いします。次の日はあの今のところのあぴちゃんおすすめってしてないので、この11日の4時間目だけでお願いします。ここに全部全集中、もう本当にあの他は大丈夫、とりあえずここだけ。なんかのぴちゃんがお願いしたとこは完売出したいです、目標。
そう、他はこの4時間目が完売してからです。残賞そこから完売ってちゃんとなってから他の枠にお願いします。で売り切れたらその、まあ、10枚やったら他の日にあの2222って言ってあの分けていただいて、そう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 、うん、そう8月11日の4時間目です。いえ、よろしくお願いいたします。見なかったことにして爪はね、何も見てない、あなたたちは何も見てない。3杯コンピー見てない見てない。そう、いいことしてるなんだろう、今後も同じように何度も全集中お願いしますって言うと思います。その一枠に全集中って言うと思います。まず最初はのぴちゃん、あの6月22日の3時間目に全集中って言ってたんですよ。3時間目に全部何でもいいからお願いしますって言ってたんです。で、まあ今申し込み期間じゃもう終わっちゃってあれなんですけど、あの中小とも完売ありがとうございます、とても嬉しいです。ペコリン、こうやってちゃんと考えて目に見えないと私もわからないし、やっぱり悲しいし、いろんな方がいる中で、あ、この子って人気があるんだ、完売してるんだ、すごーい、私も行っちゃおうとかさ、なんかあ、この子は売り切れるかもしれないから行った方がいいのかなって言って、それをきっかけにポチッとしてくれる方とかもいらっしゃるかもしれませんじゃないですか。きっと皆さんもそうだと思うんですよ。千穂さんとかマイケルさんとかさやさんとかね、もう私だってお話し会に行こうと思ったら最初に完売がよく出るって思ったメンバーに行きますもん。そりゃ人間だもの、わかった。だからナオピちゃんもちゃんと目に見える形で完売したいし、完売していろんな、もっといろんな方にお申し込みいただけたら嬉しい。そう、最初はね、やっぱりで、そこからやっぱりいろんなファンの方とお話ができるようになってきて、どん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 のぴちゃんが人気になってたら嬉しいじゃないですか。今私どんどこなんですよ。選抜の中でもポジションを見た方とかは分かると思うんですけど、まあ結構どんどこなわけです。ここから上がっていくとか、継続していくっていう風にしていくと、やっぱり話変えて第一だと思うんですね。だからえ、うお上を目指すぞ。はい、そう、目に見えるような形にしないとダメだとのぴは思ってるので、完売という形をまず一つ出したいです。でそれがまあ出てから他の枠に行ってください。お願いします。押し回しで、他の枠に、なんかそこだけずっとそこだけ全員が集まってて、なんかそこだけ行列だとそれ以外があれってなったりすると、ちょっとそれもそれでナビちゃんが結構困っちゃうので、他の枠に押し回しできるようにもなっているので、まあちょっと2222でいう感じで押し回ししていただけたら嬉しいです。ナビちゃんのレーンで、そう、3、4時間目で、例えば10枚だったら5、5で来ていただけたり、絶対にダメです、他の子に押し増しは。NG です、本当に。
私が一番嫌いとしていることです。伝わったかな。はい、よろしくお願いします。あ、全然逆はいいですよ。ナピちゃんにおしましとかだったら大歓迎です。そう、おしましって他の子に、うん、自分のところでもできるから切れるよ。はい、泣くよ。結構ナピちゃんくれるしてるよ。うん、そのアピちゃんからのアピちゃんへのおしましは全然もう大丈夫ですよ。おしましバレますよ、一瞬でバレますよ。他の例に行った、あ、この人他の例に行った、行き始めた、どっか行った、あれってなるもん。そう、私の指定の部にまずお話し会に申し込んで、で行けるところにおしまし、のっぴのレーンで他の時間でおしまし、わかった？ Can you understand? バレますよ、一瞬ですよ。終わった途端にその人のこと見てますからね。だって話してる時ですらそういう気配とか感じるもん。あれ、なんかどっか行ってるかもみたいな。で後ろの方にいなかったら、あー、どっか行ったんだな、あー、なんか物件みたいな感じでちょっと探しに行ったのかなとかってちょっと思います。そうよ、はーみたいな、いるじゃん、え、もう ちゃんを一度したら絶対に倒してお願いしますね。そう、結構ね、第6巻冴えてるんですよ私。嗅覚もすごくて、建物の匂いとか人の匂いって判別するんですよ。だから行ったことある匂いって大体わかるんです。この人会ったことにある匂い、あ、匂いで人のこと覚えてることがあって、あ、なんか皆さんのことを匂いで一人一人判別してたらちょっと無茶してないけど、なんか例えばその知り合いの友達とかさ、そういうのだと、なんか、あ、この子特有の匂いっていう、別に臭いとかそういうのは全くないんですよ。あ、この子の匂いだ。いや、私すごい犬って言われます、そういうところは。なんか建物の匂いで判別する。入った瞬間に学校って分かった人じゃないですか。分かる方いるかな。そう、いや、ファンの方のなんか匂いとかもなんか分かる、特有の匂いがあったりする。そう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 、うんうん。優勢レーンがノーピのレーンの横だったらどうしよう。ああ、そういうこと、優先レーンがね。ああ、それはちょっと見逃すかな。どうしようかな。まあ、ナピちゃんのところに来るなら全然大丈夫。一度でもナピのところに来てくれるならいいよ。そう、怖ってそうそうそう、だからタバコの匂いとかあるじゃないですか、すんごい敏感で、なんか、あ、ここら辺タバコ臭いねって言った時にみんながまだタバコ臭くないよって言ったりするんですよ。だから気さえ、そう、気さえしないとナピちゃんの、あ、ナピちゃんとお話できない。お気に入りの匂い人
だな、ミーヒンさんとかミジュさんとか好きかもな。うん、あとオッキさんとかも一緒にいて、なんか落ち着く匂いというか、なんかかなぁ。どんな匂いがする、どんな匂いがするって、難しい。どんな匂いがするって言われるとわからない。でもくるくるもくるくるだなって匂い。私はよく高級ホテルの匂いって言われるんだよね。特にひーちゃんにめっちゃそれ言われるんですよ。で、なんだろう高級ホテルの匂いって言われる、そう言うのよ。なんかなんだろうね、ちょっとさ、そう言われると気になるよね。ホテル暮らしの説が、ね、出てくるから、やばいやばい。なんかわかりますでしょ、嗅いだことないのに。うん、その人が通った後、あ、うん、残り香とかのちょっとだけなんかふわって、なんか特徴だなって思った方とかは特にわかるかも。うん、なんでこんな匂いの話になってるんだ。もういつの匂いね。うん、ココアさんのなんだなんだ。うん、ちょっと怖くて、そんな怖い、ものすごく優しいよ。ショールームとはまたちょっと違うナピだから、お話し会の時って何か同じ人もいたりするけど、ちょっとそう同じ人なんか嫌なね言い方がね、ショールームと似てるテンションで話す方と話さない方っていうのがいらっしゃるんですけど、なんか割と落ち着いてます。でも楽しいです。落ち着いてるけど話が盛り上がってるとかね、よくするので楽しいですよ。清く正しく美しく。そう、他のファンの方が怖いの、が怖い、そのお話し会に来るときにナオピが怖いとかじゃなくて、もしかして大丈夫よ、ファンの人みんな優しいから。しナオピちゃんのファンもなんか別に変な人は全然いないし。うん、なんか特に私のファンの方は結構優しいですね、ものすごく優しい人しか集まってない感じがします。本当にありがたいことにナピちゃんに似てる方が多くて。そう、うん、ああ誘われたの。おいでおいで、ナピちゃんとこにもおいでおいで。ナピ落ち着いてますよ。なんかみたいなことはたまにあったりするけど、なんか基本タイプではないかも。なんかファンの人に合わせるかもね、ナピちゃん。その自分で言うのもあれだけど、その方の空気ってあるじゃないですか、人それぞれの空気感があって、その人それぞれの空気感によって変えてるかもです。なんか、あ、楽しそうな方だ、よし楽しようみたいな。楽しようって楽しもうとか、なんか何、あ、静かに話して大丈夫な方だ、よし
いつもの自分で行こうみたいな、ありがとうございますって、なんか、あ、決して楽しい自分が嘘の自分なわけじゃないんですよ。でも、まあ、楽しよう、楽しもうみたいな、そんな感じですね。あたりと、たやきまりはと、うん、こんにちは。美人でびっくりした。あ、嬉しい、ありがとうございます。そう、のぴちゃんどうしても全部相手に合わせてしまう癖がね、ずっと昔からあって。ああ、ユミニさんとね、確かに並んでた時の印象が強い方も多くいらっしゃると思います。うん、伊豆さん、全然なっちゃん可愛すぎてなら OK です。うん、くしかいてたくさん捕まえましたよ、きっと。うん、そのウェイーンみたいな人もね、いらっしゃったりするから、ウェイーンみたいな。そうそうそう、こんにちは。匂い、そうですね、匂いちょっと覚えにくかったかもね。なんか飛沫防止カードカードじゃない飛沫防止ガードがあって、そう、それでね、ちょっとね、難しかったです、匂いをその覚えるのは。うんね、うん、ファンの手を、ファンの方の手を離さなくて、スタッフさんがそう、そう、アイデンド、多分ナピちゃんじゃない。うん、あ、そのお出迎えの時は机があって距離があったから、多分飛沫防止カードもなかったし、なんか、うん、まあ、距離があったからね、至近距離なのでね、握手会は触れるし、ここだし、ここだったもん、私の距離的に。どんな人か話しやすい、優しい方、基本的に誰でも話します。まぴちゃんは話すことは誰でも仲良くしてるタイプなので、まあ大丈夫です。こんにちは。まあね、全然いじっていただいて大歓迎なので大丈夫です。そろそろね、終わりたいと思います。誰でも大丈夫、 DD みたいな感じだねまあ、こんばんは、こんにちは、お願いたい。ヒロさん、本当にノピ怒らせる気ですか？ダメですよ、ノピちゃんとこしかダメなんですよ。ピッ、グーパンいきますよ次はい、では終わります。セッティン、イーズ、カメラマンさん、ありがとうございます。ありがとう。
テビス、クイットさん、テキブルマッチありがとうございます。リムです。おたったさん、ありがとう。テンイズ、めぐろのこいちさん、ありがとうございます。テンイズ、まさぴょんさん、ありがとうございます。エイディス、タイムファイヤーさん、ありがとう。セブンです。あっちゃさん、ありがとうございます。シグイズ、ゆずきちさん、できありがとう。フィッです。なかちゃんさん、ありがとうございます。フォーです。としさん、ありがとう。ナビちゃんの言葉を、好きになってください。それで、しゅっこさん、ありがとう。セカンディ、マスタラさん、ありがとうございます。フィッです。ピピピ、トマトさん、ありがとうございます。ピピピ、トマト。ありがとう、おめでとう。やっぱり変な人多いよ。グバウバイバイ。ありがとうございました。またね。See you. バイバーイ。